皆さんこんばんはのは、今日も実に楽しいレッスンでした。子どもたちは楽しいこと、愉快なことが大好き。誰でも自分の話をよく聞いてもらい、共に楽しむことでどんどん先生にいろんなことを話してくれます。今日は近現代の有名なビゼーという作曲家のアルルの女を弾いてみます。アルルの女第2組曲よりメヌエット。どんな曲でも練習すれば必ずできます。音のダイナミクスに音楽用語速度記号を理解し、絵画を描くように弾いてみることもポイントです。アルルの女第2組曲よりメヌエット。皆さんこんばんは。今日も朝から絶好調。今日はイタリア歌劇の王と呼ばれたプッチーニのもう誰も寝かせてはならぬを弾いてみます。誰も寝てはいけないのだ。それではミュージックオン。Thank you.
もう誰も寝かせないのだ。でした。明日も楽しいレッスンを。